分と見事なお茶受けですこと。本気の試合の前はこれって決めてんだよ。よー、きっと来るって信じてたぜ。私とハガサネ州の名誉にかけて、ここをお通しするわけには参りません。いざ尋常に勝負。小細工を仕掛けてくる相手でもあるまい。相手は強敵となる。油断するな。この時を待ってたぜ。俺たち二人が相手するに足る強者との試合。この通り元気が誤ってるようですよ。皆さん、どうぞお付き合いのほど。剣で語らおう。助かるな。やりよう。狂い咲きなさい。連携攻撃だと。あなた方の十八番でしたわね。私たちの武器のよ。ラスク、ガランチャリンクスペシャルだ。さあ、あと何発耐えられる？どうして私の名前は入っていないのです？ここは慎重に行こう。まだまだ終わんじゃねえぞ。行くぜ行くぜ。うっせえな。声がでかけりゃ強いってもんじゃねえぞ。贈り物ですよ。無駄だ。せっ、トライフ打ちかます。見えた。これが私の本領発揮。さすがに手強い。教団が誇る武将ともなれば当然ではありますが、お褒めの言葉をいただく。超越至極に存じます。どこのどなたか存じませんが。おっと失礼。僕は田舎のしがない便利屋でして。ノーアルタカオアトイヤ、ギラルド光る爪が隠しきれていないようだがな。伊達ではない。今この調子で合わせてくれて助かった。ここは慎重に行こう。降りたらすぐとマラカラ。私に力を。こうも激しく剣が飛び立っていくわ。回避も容易ではないな。撃ち落とせ。ここからだ。魔剣よ振り注ぎ。もう一旗やしている。いいぜお前ら。最高だ。しずれ。仕切り直させてもらうぜ。伊達ではない。押し切り。やるな。高されろ。あれで行こうや。ええ、手はず通りに。押し込みの。お導きのままに、いざ開演と参りましょう。力と技の共演という意味だ。あらあっぱれだ。まだまだ。やめられたものだな。あ、でもそこからだ。今ですわ。止めろ。やるな。いいぞ。せられまい。終わらせる。死をかける黒竜の刃よ。出発パンク。伊達ではない。来たね。警戒しよう。まだまださすがだ。そろそろ勝たせてもらうぜ。終わらせに来るつもり。
気をつけて。もう一働きと行くんだ。行くぞ。どうだ、押し通る。負けではない。天の攻略を見せたな。やしてあるじゃない。もう一度。ではご期待にお応えして、アンコールと参りましょう。更新ロース。また大技が来ましたよ。集中して対処してください。なんと押される。これにて襲撃。ここからだ。手当てが必要か。よし、さすが。やるな。大丈夫。失敗しちゃったわ。ゴリラ引き受ける。ありがとう。マギラ。リンクスペシャル。よし。押し通り。マクナイはここまで。今一度参りましょう。背中を任せるぞ。後に続きます。危ないな。これが僕たちの力だ。受け取りろ。目覚めなさい。はっ、君は一人。ごめん、飛ばせ。伊達ではない。もう一働きといくんだ。やつらだ。カルンサ将軍、剣の守りを崩せたな。後がない。勝敗は決したと同じだ。マギラフリラ将軍、降伏してはね。我が花金の全てを刺して、あなた方を倒せ。その覚悟は見事なもんだがな。俺たちだって負けらんねえのよ。遅いな。よろしくないですわね。はっ、よし。オッケー。早く負けてない。少々めまいが。下がっていろ。ブラスティードだ。沈め。ジェットフリート。シュパルテタッゲン。極めてバーストディール。もはや悔いはねえ。お願いできる立場ではないことは承知しております。ですが彼らは私の大切な家族。どうかお見逃しくださいませ。その試合を仕掛けたのはこの俺だ。俺の命で手打ちとしてくれ。オイラたちはここを通りたいだけなんだぜ。邪魔しねえってんなら、これ以上戦う必要なんてねえだろ。先を急ごう。なら届いちまうかもな。
こう。手ごわかったわね、あの二人。息もぴったりで隙がなかったわ。あれだけの武人がなぜリリスに仕えているのだろうか。人は誰でも大なり小なり悩みを抱えています。そこに救済をささやきつけ入ったのでしょうね。彼女の星の民特有のカリスマ性は多くの空の民にとっては毒になりやすいですから。星の民ね。そういやリリスの息子っていうあいつもなのか。素性は不明ですが、イド君は空の民です。ヒロイゴとしてリリスに育てられたと聞いていますが。何が目的なのやら。空の民をせがれ扱いすると余計に胸くそ悪いぜ。行き止まりのようだけれど。ご心配なく、こちらへ来てください。なあ、ベンリアの兄ちゃんの話を聞いてみようぜ。ここです。少し離れていてください。リリスは間違いなくそこにいるでしょう。アンナマインは空間を隔てた特殊な結界で封印されており、物理的接触は不可能になっています。正気は一度だけリリスが呼び出した瞬間を狙います。力を使われる前に破壊すると一発勝負だけか。最後の大勝負だな。絶対に負けらんねえぜ。ですね。最強の武器を目指して。武器の上限解放ですね。トレジャー交換も。ジーンを各種取り揃えております。ご入り用でしたらぜひ。バッチリ、くれぐれもお気をつけて。
実に長かった。始まりの救済をなす第一歩、ようやく踏み出せます。あら、もう会わないと思っていたのに。今度こそルリアを返してもらう。そうですか、イード。この野郎、お前もルリアを助けるとか言ってただろう。任せましたよ。ゲートを開くこの瞬間を待っていました。アンラマインは僕が滅する。できないということか。ならば無人同士剣で語るとしよう。だけではない。押し通る。これで終わらん。破壊する。彼から溢れるこの力の神魔力の何だか尋常じゃない。それってどういうこと。人間離れしてるとは思ったけど、もしかして。ここからだ。ファイヤー。せや。だけではない。わざとけ。なるほど。吹き飛ばす。打ち砕く。以前とは違う。教団だか将軍だか知らないけどよ、ベテラン貴空師をなめんじゃねえぜ。よしよし。まだまだ。倒せ。押し通る。だけではない。もう終わらせる。目覚めろ。俺の中に眠る竜の力よ。
たいことよ。押し込め！盾ではない！歌だ！受け！受けてみろ！その力。チャンス！どうやらその力、長くは扱えないようね。盾ではない！遅いな！押し込め！必ず。ルリアがそんなことを望むはずがないだろう。違うか、リド。のか、ルリアを追おう。半端な覚悟ですね。開け、彼方への指紋。嘘だろ。
るしかねえ。腹くくれよ。これが門を司る聖少女アンラマイユ。星の民であるローランさんをいともたやすく、普通の力ではない。怪我して散り落ちた木の葉も時に趣があるものですが、もう片付けてしまいましょう。アストライオスならまだしも、あなたたちはもはや無用の長物ですからね。よくも許せねえ。祭壇から出すわけにはいかねえ。ここで倒すぞ。はい。俺が責任を切ろう。皆は後に続いてくれ。レグは下がってくる。そんな嫌な予感がする。気をつけて。そんなオイラは戦えねえけど、何か気づいたら教えるからな。押しとる。この前に出てくるのはどういうことだ。曲も通じてねえみてえだし、まだまだ。そこにいるのにそこにいないような、門の力と関係があるみたいです。まるで飴玉に群がるアリのよう。私が支えます。あさましいだけで姿勢を感じません。そんな、ここで終わりなの。同調さえしていれば、このような目に遭わずとも済んだという。ただ求めるだけの卑しい存在は。無に帰しましょう。これでどうだ。艦長、死ねばない。あと頼む。どうすればいいか。受けてみろ。まだ理解できませんか。何もできることなどありません。ただ無の世界、自らを顧みなさい。わかんねえこと言ってんじゃねえ。ここからだ。少々耳障りですね。そしてそんな無価値な世界のもと、あなたには唯一にして最大の敬意。巫女を私のもとへ招いた功績はひるんない。因果応報、次の巡り。期待しましょう。団長、決してここを乱すな。どこかに必ず隙はあるはずだ。シンフェリートさん、それた、これでどうだ。ルリア、この空というカゴにとらわれた哀れな小鳥、あなたも連れて行きましょう。アンラマンユという箱舟に乗せて。大丈夫です。あなたなら、きっと。
さて次はあなたです、巫女のつがい。母上はルリアを守れと言った。なのに、なぜ？これではあべこべだ！なぜルリアを？落ち着きなさい、イド。アンラマンユが復活した今、巫女は役目を終えたのです。従って、巫女を守る任務はもう必要ないのですよ。それでも、俺は…まさか井戸、あなたも私に同意しないと？聞き分けのない子はあの者たちと同罪ですよ。俺に構うな。ルリアの声を聞け。なるほど。これほどの大事となれば、すべてが予定通りとはいかないものですね。逆境を背に勝利に手を伸ばす。さしずめ、叙事詩の英雄にでもなったつもりなのでしょう。しかし、読み飽きた王道の物語には心惹かれませんね。ここで終わりにしましょう。僕が攻撃を引き受ける。これは
エオスの剣の影の力、それだけではない。向こう側の巫女まだ。資源の竜、闇の炎の子、汝の名はバハムト。
ルリア！お願い！バハムート！バハムート！大いなる破局をもたらし、撃ち滅ぼせ！もう無事だったか。しかしここは一体シードホルム城だよな。一体何が起こったんだ。どうやら団長君とルリアちゃんのおかげで戻ってこられたようですね。さすが団長。たくかなわねえな。毎度おいしいところは持ってっちまうんだからよ。ありがとう団長さん。ビア、おい、おいら信じてたぜ。お前なら絶対にやってくれるってな。これで一件落着ですね。ああみんなごめんなさい。ずっと体が動かなくって、でも意識ははっきりしていて、怖いことをしているって分かっているのに何もできなくて、夢かどうかも分からなくなって。ルリア、みんな助けようとしてくれてたのに、私みんなに、カタリナに、あなたに、あんなひどいことを。ええ、ごめんなさい、ごめんなさい。ルリア、おかえり。もう怖くないよ。消耗した分はあなたに補填してもらいます。また繰り返すと。なるほど、あなたたちは得意点を気取ったつもりかもしれませんが、動き出した運命は止まらない。いかなる困難も乗り越えてみせましょう。私は研究成果を星の世界へ持ち帰り、必ずイスタルシアへ至る。やめるんだ。星の世界へのゲートを開けばこの空が壊れてしまう。かつて禁忌とされたその理由を忘れたのですか。逆に問いましょう。あなたはなぜこの空にこだわるのです。真なる世界を実現すれば、不完全さゆえに悩み苦しむことからも解き放たれるのですよ。
リリス、あなたには見えないのでしょうね。彼らが紡いだ絆、思い、希望、目に見えなくとも僕たちにとってはかけがえのない大切な。うわぁ！ベリアの兄ちゃん、アストライド、ここに至ってなお同調する気がないことはよく理解できました。あなたも同罪です。シュジュ雑多の愚か者たちと同様に。始めましょう。大いなる犠牲と悲哀を超え我が救済の執行を。星の世界への架け橋となる祭壇。救済の時は間もなく。空は砕かれど、やがて星を迎え真の理想郷へと至るのです。階段のようね。戻ってきたのか。こっちだ、走れ。あれは、わからん。急に現れた。一体何が。急ぐぞ。スキー、長谷と合流しろ。第二外区はどうだ。それは、まだ向け向こうだ。なんだか街が大変なことになる。